審判団に率いられて選手たち入場してまいりました。青のシャツ青のパンツがホームの徳島、アウェーの FC 町田ゼルビア、白のシャツ白のパンツです。さあ町田は10人です。さあ逆に徳島はこの時間帯にしっかり攻め切りたい。渡りがスルーして中で受ける、木原プレーシュート、まだあります。ここは決定的でしたけどね。ゴールキーパー高原の真正面、清原のシュートでした。小西、あ失礼、杉本です。さあ中を見ました、いいとこパス送っていく、スルーで受けた、そして渡りシュート、ポストだ、ポストに嫌われた。決定的でした徳島。渡りは決定的でした ね、頭を抱えます。40分が経過しています。ここは徳島集中したい場面です。町田のフリーキック、ふわっと浮いたボール、長谷川パンチングで勝利、こぼれ球決まりました。先制したのは町田です。前半の41分、フリーキックのこぼれ球、長谷川がパンチングした後のボールです。今のは長谷川パンチングミスですかね。あ、長谷川がちょっとごめんという感じで謝ってましたか。そうですね、キーパーが出た後、はい、おそらく外に出そうとしたところ、はい、まあ、ボールとインパクトのところで中に行ってしまいましたから。そうですね、最後決めたのは増田です。さあ町田のディフェンスをどうこじ開けるか徳島。山崎ここは起点にはなりませんでした。ここもロングボール裏への抜けです。さあ中島持ち味が出るか、キープしてフリーだ、空いてるシュート、完璧ですね。完璧なカウンターが決まった町田。後半の25分から26分というところだったでしょうか。町田カウンター攻撃が決まって追加点。この1点は大きいですよ。大きいですね。厳しいゲームにはなりましたけど、はい、その中で何ができるかというのは次のゲームにもつながってきますし、ね、そうですね。そらしてきた、シュート、追いついたと、すでに1点差にしました。渡りのゴール、渡り今シーズン18ゴール目、1点返した徳島、1点返しました。後半の28分です。このセットプレーでの1点は大きいですよ。大きいですね。渡りのこの後1人すらしてフリーでした。ここでサイドチェンジ、まあ、渡りです。うん、いいパスだ、渡り前向いた、引き返してシュート、いやー見事、同点、渡り今日2ゴール目、19得点目。ここは渡り見せました。これで同点、2対2、徳島追いつきました。窮地を救ったエース。いやまさにエースですね。ですね。ゴール前勝負ですね。そうですね。スローイン、まだ見ます、主審はまだ見ます。ああ、ここでホイッスルです。試合が終わりました。2対2、両チーム痛み分けのドロー。徳島追いつきましたが勝ち切るまでには至りませんでした。一方の町田、逆転は許しませんでしたが、しかし2点リードを追いつかれてのドロー。共に勝ち点1を分け合う結果となりました。